I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. どうかな。通信先が消失しているところを見ると、助手は作戦行動中のようだが。はい、騒ぎに、うん、あの人が。いや、え、社内見学よほど手。私は、うん、まだ。おう、え、あ、まずい事態に。おそらくもう少し早め と、うん、急がば回る。でも、うん、何？他人の心配。私は助手脱出時。とにかく。あ、おい、ちだよな、ビビリス。なんだ、やめろ。ここつうか、どうする、お前たち。誰だ、ね、ザクソン。チャリーテイヤーダム、こんなとこ。あ、伝わる。お前まで。さあ、つうか、ホワつうか。あ、言えるわけ。オッケー。こないだは、あん時のお前らを。あれ、you
ちょ、マーク、何これ、え、このデジモン弱っ。つーか、ワッツ、今日はなんだか喉の調子が悪い見たぞですし、伝わる、このバッドフィーリング。 Yes, of course。 じゃ、そういうことで。君も早く逃げろ。周辺エリアのセキュリティは僕が解除してある。今のうちなら安全に脱出できるはずだ。繋がったな。作戦は中止だ。直ちに撤退したまえ。ほう、調査資料を見つけたか。ではなおさら急いで脱出だ。我々の作戦は敵に筒抜けだった。どのような妨害があるかわからない。くれぐれも用心しなさい。敵も去るものだが、盗聴を仕掛けた人物に心当たりは？まあいいさ、欲しかったデータは手に入った。結果オーライというやつだな。さて、その資料の中には神代による違法な企業買収の詳細が記録されているはずだ。ナイルコープの件もしっかり記載されていますね。あった、山品誠についても調査資料が残っている。そうそう、確かこの男がナイルコープの主任研究員だった。職人肩着で研究一筋って感じの男だ。それが今では職を変え、かつて自分のいた会社を買収した神代の名前すら知らないと主張している。どうした、京ちゃん。これは興味深い。ナイルコープには山品誠の他にもう一人主任研究員がいたようだ。スエドー・アケミ。そういえばそんな奴がいた気がするな。人間嫌いで人前に姿を現さなかったからほとんど印象がないが。しかし、こいつは何者なんだ？私も詳しく知っているわけではありませんが、スウェードの明けにはエデンネットワークの基礎を築いた人物の一人だと言われています。エデンを？こいつは？スウェードが主に研究していたのは精神のデータ化、エデンの仮想現実サービスの根幹をなすアバターシステムはほとんど彼の独力で実現したようなものだ。しかし、まさかナイルコープに身を置いていた。なあ、キョウちゃん、この件一旦俺に預けてくれないか。ずっと心残りだったんだ。もう一度徹底的に洗い直したい。俺たちのやり方で。本職の刑事さんがそう言うのなら拒む理由はありませんね。すまんな、この資料借りてくよ。存分にどうぞ、父によろしく。うん、じゃあまたな。
というわけだ。本職の刑事さんの手で調査は続行される。構わないかな。無論我々も調査に協力していくつもりではある。では失礼します。ふん、それぞれに引きこもごも思うところありと言ったよ。君もご苦労だった。今回の調査は探偵家業の中でも刺激的な部類に入る。一休みしたまえ。うん、と言いたいところだが、それこそだから隙間が特進がいかないか。よほど元気が有り余っているようだ。よろしい、ならば仕事を与えよう。君にしかできない。しかし、ではそうだな。ちなみに私、あとおでざ何がいい？この際